また鏡とにらめっこ。うーん、まあ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 大丈夫でしょう。いやいやいや、大丈夫。いや、もうちょっとこうした方がいんちゃう。失礼ね。大丈夫って言ってるじゃん。そう言うたらさ、前なんかこう鏡見ながらさ、この世で一番綺麗なのは誰言うたら、鏡にピキッと響いたことあったね。誰がひび割れババア。そう、ババアは言ってないですけど。聞こえます、心の声が。違います。女性はいつまでたっても健康で美しくいたいから、ちゃんと念入りにチェックしてるんです。7月27日は何の日か知らないでしょう。お誕生日。違います、ニキビケアの日です。夏は肌荒れが大変気になる時期なので、ちゃんとチェックしてるわけですよ。7月27日はニキビケアの日、7月5日ビキニの日って知ってた？そうなんよ。だから僕はね、ビキニラインをきれいにしましたよ。抜いても剃っても、抜いても剃ってもまた生えるって知ってる？マスターのそういう事情は知りたくありません。あ、そう。年いくとね、なんでこんなとこから毛生えてくるのって言うとこから毛生えてくるのよ。知りません。南さん、女性はいつまでも美しく健康でいたいですよね。そうですよね。そのためには、のぞみちゃん、イライラストレスはノーノー、一番それがお肌に悪いから、マスターのことは放っておきましょう。まあ確かにね、女性はいくつになっても健康で美しくありたいものです。でも女性だけじゃなくて、最近は男性もお肌のケアとか、こう美容に気を使っている人多いんじゃないですか。まあそうらしいか分かりませんけども、はい、私もなんかケアっていう意味では化粧水します。乳液も使います。で、日焼け止めも使います。まあ、はい、まあ、それちょっと効果あるかちょっと置いといてですよ。まあ、お若い方はかなりケアされてるんじゃないですかね。ね、日傘さす男性も多いって言いますし、増えました。まあ、私の知り合いにもこう周りにもいますよ。そうですか。まあ、生駒さんはね、テレビに出たり講演の仕事もありますから、人前に出ること多いんで、やっぱりケアは必要なんじゃないでしょうかね。だから照明、輝いて明るいの。ピカピカなの。関係ありますかね。いや、でもね、健康は気をつけてるかというと気をつけられてないんですよ。で、こう大事なことだから先送りしちゃいけないじゃないですか。だからこう皆さんはね、健康気をつけてください。本当にもう今すぐ取り組むべき。そうですよね。南さんはされてるでしょ。もちろんですよ。それからケア、美容、もうあがいてます。筋活やってます。筋活、納豆を食べたり、はい、船寿司食べたり、甘酒飲んだり、味噌汁飲んだり、もう腸内環境を整えてます。うわ、やっぱり大事だ。はい、口に入れるもの、食べ物大事ですよね。そうですよね。ね、それから、のぞみちゃんに言ったように、やっぱり心が健康じゃないといけませんもんね。そうなんです。美容には。そうなんですよ。健康って大事ですよね。さて、今回のビズラボは草津市の製造業をご紹介するんですが、この企業が従業員の健康面のサポートする先進的な取り組みを始めたんです。きっと皆さんの会社にも役立つ情報だと思うので、最後までご覧ください。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回は草津市にあります精密板金加工を手掛ける企業、山一産業株式会社をご紹介します。この企業、従業員のための健康経営に真剣に取り組む企業なんです。山一産業株式会社は1962年に草津市で創業。精密板金加工を得意として多岐にわたる板金を手掛ける企業です。近年は銀行などの ATM や生産端末、鉄道の自動改札機など、私たちの生活に欠かせない緻密な部品の板金加工を行っています。現在会社を牽引しているのが3代目となる木村社長。時代の流れとともに従業員の働きやすい環境づくりにも力を入れておられます。弊社はですね、もともと曽祖父が鍛冶屋をやってまして、その後うちの祖父の方が、62年前に金属加工で起業しまして、それで私が3代目という形で引き継いでおります。現在は板金加工といいまして、車関係以外の金属加工をやっていると
という会社であります。特に自動改札機、紙幣が通るところがありますので、そういったところは手作業をしながらやっている会社でございます。一般的にはいろんな部品があるんですけども、弊社ではどちらかというと精密な人の手が入るようなところ、食品関係の装置ですと濡れた手でスタッフの方が触られるというところで怪我しやすいので、非常に滑らかな仕上げをしていくというような製品を作っています。特に技術面ではもちろん難しい仕事もあるんですけども、人の手を加えて完成させると、機械ではちょっとできにくいところの寸法の精度だとかいうところがありますので、非常に、厄介であります。現在は3カ所目をですね、工場を新設中ということで、新たにそちらの工場で拡大していこうと思っています。コロナがあったと思うんですけども、あの当時やはり弊社でも非常に仕事が少なくて、何をしたらいいかなというところで、まあ私の趣味もありましたんで、これはせっかくならばうちの技術を使ってなかなか作りにくいようなバーベキューコンロをですね、作りまして売り出しをしようと思って売り出しました。簡単なものもあると思うんですけども、あえて見た目を重視して、おしゃれというんですかね、そういったものを技術的にとても難しく作ってみました。社会の重要なインフラの一部を担う山一産業、その高い技術力の特徴について教えていただきました。私たち山一産業ではかねてより鉄道の券売機や自動改札機、銀行 ATM といった乗車券や紙幣、貨幣の通り道となる高速駆動メカ部品の生産に携わってまいりました。これらの製品に使用される部品は通常のメカ部品に比べてより高い精度を要求されることから、加工方法はもちろん、加工以前の CAD 工程から最終出荷工程までの全工程で様々な技術とこだわりを持った生産を行っております。機械設備については常に最終設備を備え、二次用点検や設備管理、定期メンテナンスを日々行うことで常に加工機の能力をフルに発揮できる環境を実現しております。人材育成については日頃から社内勉強会や情報交換を行うことで若手のレベルアップを図っています。また精度を求められる製品については発想を豊かに、持てるものすべてを試みるといった考えで、試作要求のない製品であっても精度品質が約束されるレベルになるまで何度も試作を重ね、昨日までできなかった精度を実現するために日々取り組んでいます。製品品質と納期を守るために工場内には現在73台の改善カメラが稼働しており、加工状況の把握とともに作業の改善につなげたり、万が一発生した不具合が確認できるようにしています。その他山一産業では社内検査基準をあえて一般基準よりも高度な設定にすることで高い品質要求を実現しています。高い技術を誇る山一産業の精密板金加工、どうしても人の手が必要なことから常に抱えていた課題もあったそうです。ここ最近健康経営、健康経営という流れになっていると思うんですけども、当時働いていると、私も足腰だとかね、辛いなという現場なんですね。後々私も立場が変わりまして、みんなのことをですね、日々面談をよくするんです。で、面談をしているところではみんなが腰が痛いとかね、肩が痛いとかいろんなことを言っているのを聞いてまして、これは何かできへんかなと思ってたんです。従来は体が痛いところがあれば整体に行ったりとかね、いうことがあったんですけども、で、私自身も整体とかね、行くことになるんですけど、現場で何とかできへんかなと思う、で、現場で職場改善とか改善活動はよくやってるんで、そもそも体に負担のない改善とかできへんかなというところで、健康経営でそういう腰痛とか治してあげられへんかなと思いまして、当時私がこちらで働き出した時も退職される方も多かったんですね。製造業ですからしんどいだとか、どこか辛くなるとかいうことがありましたので、それをなんとか解消していきたいなと思ってました。社員の方が会社が嫌ではなくてね、働きがいのある会社
まあ、その前に働きやすい会社、っていうのを取り組んでいかなあかんなということで、まあ、取り組みまして、まあ、何度かみんなもですね、いろんな要望を聞きながら、やってきました。山一産業では毎年様々な取り組みをしています。忘年会以外に年3回従業員同士でランチやディナーを会社負担で開催して社員内のコミュニケーションを深めています。また年3回社長との面談があり、直接お話しできる機会があるので、仕事面を中心に要望を聞いてもらって精神的なケアもしてもらっています。2024年には経済産業省が推進している健康経営優良法人にも認定されました。社員の健康をサポートし、社員に寄り添う経営を推進しています。多くの製造業が職業病としている腰痛の悩みを抱えていると思いますが、個人的にマッサージを受けに行くなどの方法しか解決策がないと思っていたところ、草津市にあるらしくという企業が根本的な腰痛改善などに取り組んでいることを知って、一緒になって腰痛改善に取り組むことになりました。健康経営支援事業を行う株式会社らしくと腰痛改善の取り組みを始めた山一産業、具体的にどのようなことを行うのでしょうか。製造業や建設業で働く方々は慢性的な腰痛に悩まされている方が多いです。山一産業さんでも長年悩まれていました。一言で腰痛といっても、働く内容であったり業種業態によって根本的な原因が違います。弊社は専門的な知識を有する理学療法士が企業の作業現場を分析し、腰痛が起こる根本原因を明確にします。そして効果的な改善策の提案、そして効果の測定まで行っていきます。実際会社に赴き、従業員一人一人からヒアリングやフィジカルチェックを行います。そしてワークショップなどを通して会社全体で課題解決のための仕組み作りを一緒に行っていきます。大きな社会課題となっている、いわゆる職業病に直接働きかけて、それをなくしていく取り組みとなっております。例えばデスクワークなど同じ作業、同じ姿勢で作業をしていたり、物を運んだり反復動作をしていると、どうしても筋肉や関節が硬くなってしまいます。適切なストレッチや体操などを提案していくとともに、また当たり前と思っている作業姿勢を少し変えるだけでも効果が得られることも多くあります。痛みなどの症状があると集中力の低下につながり、それが労働災害に発展したり、また企業の生産性の低下や収益性の低下にもつながっていきます。最悪の場合、離職につながったり企業競争力の低下にもつながりかねません。健康経営の取り組みをする上で重要なことは、課題を見える化することと共有することです。経営者、従業員一人一人が何のためにそれをするのか理解することができ、企業にとって実現可能で持続可能な取り組みとなります。健康経営の仕組みを作ることは、従業員のウェルビーイングを実現し、企業の生産性、収益性を向上させるものと考えて、これからも多くの企業の健康経営をサポートしていきたいと考えています。そして今働いている人たちが少しでも長く、その人らしく生き生きと働き続けられる、そんな企業を増やしていくことが地域活性化にもつながると考えております。私たちは企業とともに職業病に立ち向かっていきます。実際に腰痛改善の指導を受けた山一産業従業員の方に感想を伺ってみました。いつも作業しながら腰が痛いなとか全然思っておりました。はい、基本は整体とかお金かかってしまいますので、自分でマッサージ器具とかを使って痛みを緩和していました。はい、以前に比べれば痛みも和らいできましたし、姿勢もだいぶ良くなってきたなと思っております。実際現場に来ていただきまして、持ち方とかを見ていただいて、ここがダメだよとかいうのを指導していただいております。動きが変わってきまして、可動領域が上がっていくので、痛みが出る負荷がなくなるっていう感じで、こういう取り組みがあるっていうのは非常にいいことだなと思っておりまして、結構肉体がメインの
職場やと思いますので、腰痛とかで悩まれている人っていうのは多いと思いますので、ぜひともやってみてはいかがなと思っております。まず事業展開としては、金属加工、そして組み立て等ですね、あと一般の方への商品を提供できていけばなということで拡大していこうと思っています。そのためには重要なのがやっぱり今現在人材不足と言われてますけども、会社もプライベートも変わらず楽しくやりがいのある会社を目指したいと思います。その中でも従業員の方ですね、私自身も従業員の方が幸せにですね、うちの会社へ来て、よかったなと言ってもらえるような形でやって進んでいきたいんですね。そのためにはスタッフ従業員の健康をですね、心身ともにですね、働きやすい会社を目指していきたいと思っています。今後はですね、100年時代とか言われてますけども、実際具体的に会社の方でも取り組んでいかないと、健康で70歳、75歳、80歳と働ける環境というものを作っていく、それで働けるような人がね、そのまま健康でいられるようにしていかんとあかんと思いますね。山一産業の健康経営の取り組み、素晴らしいですね。人生長いですからね、すべての従業員が働きやすく長く仕事を続けられる仕組みを作るっていうことは、これからの時代もっともっと必要になってきそうな気がしますよ。はい、今ですね、いろんな業態で人手不足が懸念されてるじゃないですか、はい、だから企業が従業員の働きやすい環境を作るってこれ必須なんですよね、もう、はい、でこれを怠ってしまうと、従業員は離れていってしまいます、従業員離れるから先々の経営が成り立たなくなるっていうですね、経営の根幹に関わる問題なんですよ。これ今やらなくちゃいけないですね。そうですね、滋賀県内には製造業が多いですからね、はい、そんな製造業の職業病ともいえるこの腰痛、悩んでいる方多いと思うんですよ。この腰痛の改善に真剣に取り組んでいくこと、製造業の鏡と言えそうですね。本当に大事だと思いました、はい、山一産業さんと一緒にですね、腰痛改善に取り組んでいるラシックさんなんですけれども、製造業ですとか建設業などのように職業病ってのあるじゃないですか、これを少しでもこう少なくしようと思ってですね、理学療法士の方が起業されたってことなんですね。で、私これすごい大事で、これ企業もご覧になってる皆さんもこれあるあるって思われる方多いと思うんですね。困ってるってね。そうあるんですよ。ただ現実的にはですね、この健康支援サービスを受けてる会社ってまだまだ少ないそうなんで、これを近所で広まってほしいなと私は思いましたね。そうですね、実際の職場の現場を実際に見てもらってですね、分析した上で適切な健康支援を行ってくれるっていうのは、結果としてどうですか、企業の生産性ですとか収益性にもつながってくると思うんですよね。やっぱり現場来られて、一緒に見て、でどこが悪いかって具体的に改善してくれるのがいいですよね、本当にいいと思いました、そしてですね、健康経営って短期の取り組みじゃなくてですね、中長期的なこう経営そのものにこうつながってくるから、やったらいいよっていうんじゃなくて、やらなくてはいけないってスタンスで取り組んだ方が私はいいと思うんですね、これ経営のために、でも先立つものはお金じゃないですか。そうですね、費用はかかりますね、そこでこんな方法があるんでございます、企業が導入するきっかけになる補助金があるそうなんですよね。はい、そうなんですよね、まさに厚生労働省が進めている取り組みがありまして、こちらをですね、ビズログでご紹介したいと思います。はい、この後もチャンネルはそのままで。以上、ビズラボでした。続いてビズログです。経済に関するトピックスやワードを解説コメンテーターの及久保さんに分かりやすく解説いただきます。さて今回は、はい、今回のビズラボでは山一産業さんが健康経営の支援事業を行っているラシークさんと腰痛改善にこう取り組んでいたじゃないですか、でその腰痛改善に関連してですね、製造業ですとか建設業の皆さんに朗報があります。はい、それはですね、厚生労働省によって昨年からですね、取り組みが始まっているんですが、社員の健康増進を図る中小企業への補助金で、エイジフレンドリー補助金というものがあるんですね。
はいはい、そういったものがあるんです、その補助金の補助対象が広がりまして、全労働者が対象になりますよっていうですね、新しいコースが設けられた、新設されたってことなんですよね。今までは年齢決まってたんですか。はい、対象がまあ狭かったのがまあ広くなったってことですね。ありがたい、はい、これありがたいことなんです、でもちろんこの私がですね解説することもできるんですが、それよりも専門家に解説いただいた方がいいじゃないですか。そこでラシークの森口さんに解説をいただきました。はい、草津市のキラレー草津で開催された解説セミナーの模様と合わせてご覧ください。昨年度募集されていたエイジフレンドリー補助金は、高齢労働者の労働災害を防止する対策するための補助金で、年齢制限がありました。しかし今年の5月から申請受付が始まったエイジフレンドリー補助金は、年齢制限なく全ての労働者が対象となり、転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ運動指導コースというものが新設されました。どういった企業におすすめかというと、転倒防止が業務上の課題だった多くの建設業などがこれに当てはまります。また業務が原因で腰などに痛みを抱えている企業、例えば製造業や運送業などの多くがこの悩みを抱えていると思います。さらに従業員の健康増進を図りたい、元気で働き続けてほしいと従業員の健康面を大切に考えている企業、また費用対効果の面から導入を見送っていた企業などがおすすめです。費用面でいうと、補助額の上限は消費税を除く100万円で、補助率も4分の3と高いことから、導入するきっかけとしてはとてもいいタイミングだと思われます。まさに中小企業での健康経営を導入するチャンスとなっています。具体的にどのようなことを行うかというと、私たち理学療法士や作業療法士、医師などの専門家が補助を受ける企業の従業員に対し、運動プログラムに基づいた身体機能のチェックや運動指導を行います。補助金申請の面倒な手続きも全てサポートいたしますので、詳しいことを聞きたい企業や補助金申請を行いたい企業の方は、弊社株式会社ラシークにお問い合わせください。8月7日水曜日には草津商工会議所で、中小企業の労働環境改善のためのエイジフレンドリー補助金の活用セミナーというものを開催いたしますので、そちらにお申し込みいただくこともできます。なお申請期間が今年の10月31日までとなっていますので、お気をつけください。こういった便利な制度があるんですね。腰痛に悩む製造業にとってはまさにぴったりの制度じゃないですか。はい、しかもね、皆さんやっぱりお金予算って気になると思うんですが、補助率が4分の3、これ高いんですよね、はい、そして補助額も消費税を除く100万円が上限ということですから、結構な予算額になります、なのでこれを機にですね、導入される健康経営やってみようという方も多くなると思いますし、ぜひ導入していただいて自社の健康経営につなげていただきたいですね。そうですね、8月7日に草津商工会議所で解説セミナーが行われますから、興味を持たれた中小企業関係者の方はぜひ受講されるといいですね、補助金申請にはですね、期限というのがあります。これ10月末ですから、ぜひご関心いただいたら早く動く、もう取り組むっていうのがいいですね。もうすぐですよ、10月って。そう、もうされることがいいと思います。今回の補助金、はい、本当に数年後にはこういった取り組みを行わない企業は取り残されていく可能性もありますから、経営者の皆さん、動くなら今かもしれませんよ。以上、ビズログでした。今回の滋賀経済ナウ、いかがでしたか。のぞみちゃん、どうでした。いやー、もう山一産業さんすごいなと思って、だって ATM とか駅の自動改札機の精密部品を作ってるわけじゃないですか。普段の私の日常にも関わってることなんで、いや、素晴らしい会社さんだなと思いました。そうですね、技術力の高さがあるからこそそういった事業ができるんだって、まさに社会に必要な企業ですし、その技術の力とともに人も大切にしないといけないですよね。はい、これまでですね、健康経営優良法人制度という制度を番組ではご紹介したことあるんですけれども、山一産業さんとそれからラシークさんが取り組んでいるこの健康経営って、そこからもう一歩先、
理想的な健康経営の形を実現されようとしてるんですよ、はい、で今回ご覧になった方は多分ねすごいラッキーだと思うんです、うん、うちの会社も あるあるこれ困ってる従業員困ってるわって思われる方多かったと思いますから、はい、エイジフレンドリー補助金を使っていただいて、うん、健康経営にですね具体的に取り組んでいただきたいですよね。そうですね。ではマスターに締めをお願いしましょう。はい、腰痛とかけまして、はい、より良い街づくりと解きます。その心は姿勢が大事ですって、ね、あわわわふわっとしましたね。え、いや上手ですよね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、上手です。理想的な。はい、はい、まあ、たまにはこういうのもね、はい、今日は心も健康なんですね。健康なんですよ、元気いっぱいです。はい、すいません。すいませんじゃなくて、はい、はい、来週も滋賀経済な元気に頑張りますので、はい、お楽しみに。姿勢か